200枚買いました。やったね。30万が255本、1万が1773本だけど、人選をしっかりしないと。これでどうやって応援かな、やっぱり。え、これでなんか3000円とか出てくるの多分。え、マジで、ね、いやー楽しみだな。なんかいいのないかな。テクレーモジャ業務用のモネで絵柄の内容に関係ありませんって書いてあるの。だからそれ絵柄足したらダメなのかな、こうやってですか、ね、ボールペンで書き足したらダメなのかな。板奥なら変わりないと思ったら無理だった。まずこれ公園整備及び少子化対策の費用に当てられます。ちょっと答えあ、これ東京都の税金になりますからね。宝くじは転売できません。これ何が当たりか、もしかしたらウェブで見なきゃわからない的なやつ。いや、多分絵柄出ます。多分試しに削ってみましょう、1枚ね。まず1枚、じゃあ最初の1枚を。最初の1枚で1万円みたいな。まず右上の A と D の枠、これ全部削ればいいですか。基本的に全部削ればいいんですよ。なんか出てきた、なんだこいつ。10万円って出てきたけど、え、10万円。あ、そういう風に出てくるのか。10万円。これさ、おばちゃんに見てもらうのも大変じゃない。またそうだ、3万円。え、これでどうなるの。あ、絵柄と合わせたのあれか。あと一番上の星を削って、あー、このと同じ。まあ、そういうこと。この100万とか確実に釣りじゃねえか、これ。ちゃ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 、うわ、ブラックジャックでやがったみたいな。お前はいらねえんだ、今。あ、星も来たんじゃない、これ。200? 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 200?
っていいですガンガン。あ、来ましたね。ついに200円。最よし、まず最初の当たり俺ゲット。ファーストアタウト。あ、右と左でした。これはあれ、あえてあの上を削ってからここを当てて下を削ると面白いね。あ、下だけ削ったら最後の上でね。ああ、いいね。じゃあまず下から。あれ、宝箱マークが出てきたんですよ。これ。なんか100万じゃない、100万じゃない。いや、なんか200万円は。この人って今出てきてる。さあ、じゃあ100万円はなんか似てるからダメ OK とかない？似てるけど、ね、一応カメラ持ってるんでね、勝手にこっそりファンとかこっそりポケットに入れちゃダメです。取れないんですけど。途中で削った時点でもう見なくていいじゃん状態になっちゃうんですけど。これ昼食代ですか？あ、200円。あ、ブラックジャック先生来ました。ブラックジャック先生。さあ、これがいくらだって出てて200円。あ、もうここだけでいいじゃん。あ、あたぎあたぎあたぎ集めてみましょう。あたぎ200円。うーですか。パシー先生、早く稼げよ。ちょっと稼ぎ足んないんじゃないの。今日の昼食代とかね、これまだゼロですかね。なんかイキさんみたいな名前でした。一席カッシーさんゼロですね。あ、三つ目くんじゃないですか。誰でしたっけ。お、アトムが来た。アトムじゃない。でもこっちにいなければ意味がない。お、アトム来た。ブラック先生、ジャック先生。三つ目くんでんねん。いねえ。鉄腕アトムはいくらかな。お、カシさん来た。でフォトショップかなんか。200円。ブラックジャック先生ちょっと安いな。そう、原子の力でな。200どこにアプールしてるんですか。ここプールかな。もうすぐ一つ目のプールが終わっちゃう。まだあるよ。まだね。まだ希望はまだ希望はたくさんある。ジャングル大帝さんだね。うわー、バカっぽいな。すごいね。昼休み気がつけた。おっ、あー違うな。ボールペンだったらいけそう。しかし、やらしいですね。必ず1枚にこう100万か200万が入っているっていうのが。あ、期待させがけさ、この LH っていうのがいいじゃん。なんかあんのかな。あ、てか、アタム兄弟が出ても当たりだからさ。ええ、あ、いや、あの、多分下に、多分上下に。上下に出ても3000円ですよ。あ、そうだね。まあ、後でみんなで再開しましょう。今、今気づいた。今気づいた。鋭利な赤枠内に左のように上下に、あ、上下に、上下に、だからアトム君が出てる場合、そこに手繋ぎじゃないの。10万、うぜぇ。
100万うぜぇ。この後むぜぇぞ、ちょっと。あれ、ピノコとブラックジャック先生は兄弟なんですか？いや、違うと思います。まずは赤の感じになってるから。そうだったっけ、あれ。あ、ちょっと待って、これ当たりが風で飛んでるから悲惨なことになっちゃうからね。早く当たってくれて、あーって100万円飛んでる。100万円飛んでた。100万円飛んでた。まあそれも面白いかな。なんかプーブするとこはなんか面白くないのか。いるんじゃない。初めの準備が終わってしまった。ファッシーさんの言う通り、一袋に1枚しか当たってた。必ず200円も入ってるとすると、いくらだ。そうすると、一回200円当たってしまうと絶望的じゃないか。ファッシーさんが8だから800円ですよ。いやでもそれ以外にも当たってたらその部分であれですよ、バイプッシュが入ることですよ。バイプッシュって何？200円以上のバイプッシュですよ。まあ本当のバイプッシュの意味は負けても負けた分の倍の金額かければ取り戻せるっていう必勝法理論です。あ、マジ先生ですか。あ、当たりましたよ。え、マジで200円。さあ、さっさといくらです。え、あ、これはからの80万うん、10万100万100万とおからの3万とからのからのからの200円です。まあ分かってましたけどね。まあ分かってましたけどね。これ案外10枚削るの大変なんですけど。またブラックジャック先生かよ。ブラックジャック先生ちょっとお金持ってんだからくださいよ。ブラックジャックって金持ってる設定だっけ。あれえ、なんかすげえ島を持ってるんじゃなかったんですけど、沖縄から島を買ってるんでしたっけ。あー、そうだな。沖縄さん、前橋だ。このままだとしょぼい昼食になっちゃうよ、これ。すき家か。すき家か。一人800円の昼食。一人800円というか、小林さんだけ1600円の昼食です。あれ、それだったらブロックさんもいいんじゃない。キャラが誰かわからない。あ、来た。来たよ。来た。リボンの騎士か。リボンの騎士？来た。来た。バカ子のパパのママの。バカ子のパパのママみたいな。あ、200円。あれですよ、じゃあ先に200円を殺して、この下にマンガ、マンガとか言いながら。これには見える。これにはマンの文字が見えるみたいな。当たれば当たれば外れたらこう倍でもです。だだからですか。こんだけ買ってダメっていう。ステマどころか営業妨害だね。下の番組兄弟出てもダメなんだ。なんかよく考えると小林さんこれ、はい、画像を撮ってるますけど上げた瞬間になんか手塚なんちゃらから著作権問題で止まりましたって。これ風景ですかね。風景。おっ、当たり。ああ、来た。キャラ当たった。さてじゃん。え、ジャングルで。200円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 。ここだけ回っちゃう。あれだから新宿市民室のハズレ券。そうそうそう。ハズレ券が新宿市民。200円。あれそんなに当たってたんだ。ハズレじゃねえ。ハズレじゃねえか。どうだと、はい、はい、全部200円です。ジャングル大帝君、さっきから外れましたね。本当に一袋に1枚しか入ってねえな、師匠。どうなってるんだ。本当にこれ、期待値あるんだろうな。期待値10分の1だぜ、ちょっと。期待値10分の1だぜ。ジピジピだぜ。確かに。カマポ先輩は今頃、いや、今頃頑固についてるからダメなんですよ。この時間でやってるんですよ。来た来た来たー。ブラックジャック先生からの3万円。3万円。10万円。10万円。100万円。100万円。この時点で終わりじゃないですか。違う。3万、10万、100万って来たら1000万円。200円。分かってるよ。削りすぎて顔が見えないですけど、これ当たりなんですかね。当たりなんで、ちょっと削っちゃった。やめて、あんま削りすぎて、ちょっと。あ、ちょっと、あ、来たよ、来たよ。また、また。あとの先生はいくら？いや、100万円。まあ、そんな当たる。よくわからない PA は10万円。10万円か。ピノコは1万円。3万ありますね。3万あるね、まだ。3万あるよ。はい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 。やっぱ100円で200円出た後に同じとこに
そうですよね、もう一回当たりが来たら200円以上が入ってます。あ、ベンさん来ました。あ、来た来た来た。じゃあ、ヨーダイケさん推しは1万100万。おすごい上がり、上がり調子です。10万のからの200円。もう僕これ毎回やらなくていいんです。もうそろそろいいかな。淡々と、もうそろそろいいかな。ていうかこの星マークのところにアトム先生とあれ、ウラムちゃんでしたっけ。お、来た来た来た。お、来た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 。これちょっと左向きと右向き違うけど、これダメか。あ、ダメです、それダメです。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ダメなやつか。ジャングル大帝のオストメスじゃなかった。そうそう、オストメス。いや、オストメス騙されてる。兄弟だから OK です。最後に風で当たり券全部飛ばされたのして落ちた、それが落ちた。それも落ちで、落ちで。みんなでは、ダメだな、ちょっと削るの変えるか。うわ、なるほど、先発選手が間違ってる可能性がある。あ、確かに。じゃあちょっと最後の袋は、そうですね、もう最後の袋とかいっちゃってるの。早いですね、早いですね、ちょっといや、むしろカッシーさん同じ数だよね。同じ数ですね。もう一袋、もう一袋、おかしいな。まだ僕楽しんで削ってるから。来ないね。アトム先生の3000円ぐらいは欲しいな。もう見えてる。削りです。はい、100円の当たりじゃもうね、2つはもう心ボタン。1枚必ず入ってますからね。約束されたあたりですね。CJ って CJ だったら分かるんですよ。グッジョブ、グッジョブ、グッジョブじゃねえよ。全くグッジョブじゃねえよ。グッジョブ、うっせえ。うっせえ。あれ、どうしたんですか。ちょっと特徴する当たらないじゃん。どういうことだ。今日の企画これだけだから。どうすんだよ、残りの尺は。どうやって残り尺埋めるんだよ。30円に頼みますよ。ダメだ、この外国かぶりの通貨いかん。日本語知らん。伝統の。そうですよ。なんか千円札とかで削るんだよ。この千円玉で。富士山。そうやって、どうやって。リアーマン。会社の机の鍵で作ってるんだ。いや、それ多分絵柄が削れると思うからやった方がいい。ですよね。これ当たってるんだろうかみたいな。じゃあ昭和46年の10円玉で。10枚だし。やっぱあれですね。ケチくさいことで削っちゃダメです。500円玉にします。あ、当たりましたけど。来ました。来た。ダメ。おお、100万でした。これは1000万コース。200万コース。はい、200円。おかしいな、今日の給食が。今日の給食がしょぼくなっな、このままだとしょぼいぞ、給食が。アトムぐらい来てくれ。そうだよね、アトム賞見逃してる可能性あるけど。いや、その下に出るか多分わかりますよ。株主だっつって。株主優待で1枚当てろっつって。1枚当てろ。当たりの宝くじですって言った。出てくるんじゃないの。優待水戸銀行が上がっちゃってて。まあ、なんか今週末だよね、確か。なんか佐藤先生200円。みそ先生、今日使えないはずですけど。終わってしまった。もう削っていいよ。
アトム少数だ、怖いとは。いや、これはあれ、シュレーディンガーの宝くじなんで、そうですね、削るタイミングに収束するんですよ。そうそうそう、当たってる未来と当たってない、当たってない未来がそこで収束するんで、人によって変わるんですよ。そうそうそう、削る人間によってね。まだ、それは来週から収束だな。この間、これはまだ反響がしてね。この間、なんかどっかの株忘れましたけど、爆上げやってたじゃないですか。この当たった運で。ああ、今で。有名だ。ね、実は下がったんだよ。ああ、じゃあ。ストップ高からのストップ安、ストップ安。ああ、来ました。からどうですか。健康コム方式。はい、言ってたんですか、ちょっと。いやいや、打ってないですよ。え、マジで。ずっと、鬼ホール。ホールホールとか。うん、なんか60倍、60倍になるから。60万になるから。何だろう、ワープ200万と同じような話が今聞こえたけど聞こえなかったよ。最後の1枚だからこれは絶対200円が当たってます。200円、本当に200円、あれあれまさか200円するのなかった時のやつ。200円すらないと、200円すら、あ、1枚いつの間にか当たってたのか。いつの間にか当たってた。当たってた。どういうことだそれは。違う、これが最後の1枚だ。200円投入。これ確実に200円が当たってる、当たるし。最終的に結構。あ、これなんか予言にしたいんです。これは必ず200円が当たっている。必ず当たっている。なんか新しい宗教勧誘。宗教勧誘できたね。そしてこれで削っていくんですね。私には分かってますね。これは当たってるから、これ約束された勝利ですからね。200円ですけど、200万円出したら割れないですよ。割れない要素せめて3000円ぐらい欲しいです。そろそろアトム君来てくれてもいいんじゃないかね。200円の上は何円なんですか。そうだよ、200円しかないなってことはありえないだろう。1万だった。アトム君は1万5000本何本発表されてるのか、発見されてるな。これ200円が10本1本1本だから15万200万が200円が当たるってことは150万枚加工されてるの。これちょっと待てね、100枚買ったらでも3万円当たりそう。あ、一瞬なんか、これ絵柄で見てるからえって思っちゃったけど、なんか違うよね。違いますよ、ちょっと違うな。なんか最初に僕ポピンポピン僕はね、もうコバヤの手に中にありますから。お、初めてアトム君が出たよ。あ、初めてですよ。そう、そならな。今何が出るよ。なんかこれがドアラに見えて仕方がないんですか。ドアラ、やる気ないキャラ。全然大抵だ、確かにドアラに行けるかも。あー、200円お、アトム君じゃないですか。アトム君いくらだ。アトム君からのアトム君しょぼいな。アトム君さっきからしょぼしょぼなんだよ。こっちはだけ、こっちはしかばねえ。2人だけじゃないんだと。そういうのあいつの見たいなんかさ、ちゃんと見ないけど悪いですよ。ちゃんと宝くじの日に外れ券のなんかなんかありますか。あ、これ全部持ってくるの。すいません。え、あんのスクラッチでも。なんか宝くじの日記念お楽しみ抽選番号書いてあるこれは、これはちょっと僕にも持っていくね、ぐらいか。ほら167879って何これ。ママと、ママの来ないもんだな。パスもないないないじゃあラストラスト4枚になっちゃう。じゃあちょうどいいじゃないですか。4枚ラスト4枚ですけど約束された勝利はありますか。歩いてるのが早いな。歩いてるのが早いショックだった。アトム君は削っといてよ。アトム君の下にあれが出るから。アトム君はあの一枚しか。そうじゃない。これ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 。これの下に出るんだよこれ。削っ
ってない。あ、確かに俺も削ってないよ。え、マジっすか。まだわかんない。あ、そういうこと。上と下じゃないのか。A、D の赤い枠の中にアトムとまだ終わってないセットで、まだ終わった、明日に消すなきゃだ。まだ俺の旅は終わってない。戦いは終わってなかった。アトムだけ削っていく。アトム君そんなアトム君の下に100万とかでゲームでいくやつがいいなって気がする。それが結構な頻度で来るからさらにイライラって、イライラって、イラッフラちゃんと思った。残念、100万でした。死ねクソが残念、200円でした。残念、200円でした。もうバンフィジェルポーティー。でもアトム君の下は100万なんだね。え、200円とかあるよ。マジか、200万が多いです。100万は率は高いけど上に来る率も低い。ウランちゃん蹴ったら下が200円だったですよ。ウランちゃんは関係ない。上下にアトムの兄弟みたいな。あー200円。頑張ったの。200円、俺の旅が終わってしまった。まあここに若干あるよね。まだまあ楽しいアトム君の旅があります。アトム君作れんじゃん。上だ、で100万円これ逆にあの辛いんですけど、アトム君削って10万円とか見るんです。精神削ってきてる。あっ、来た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 。あれ結構これ回収したんじゃない。はい、これ投資額いくらだっけ。4万円でございます。で私8000円でございます。あ、4万円なんですか。そうですね。実はなんか誰か見逃したりしないですか。ちょっとこれ全部削らなきゃダメなんですか。アトム君だけ削ればいいんですか。でも面白いけど、ビーテ削るか。で、2つ切っちゃいましょう。あともう1枚、もう1枚6枚隠れてる。ポイントがだんだん俺らをバカにしてる。あざけるような、あざけるような。何しようかな。これで、ね、この資金を元手にね。これ当たってんじゃん、当たり券じゃねえかよ。ちょっと待て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 よ。当たってんじゃん。当たるけど、当たるけど。当たってんのに見逃してる。約束されたされた勝利は早よ。栄光は我々の手の元に。で、そんな一気に削っちゃうの？まだその上側にいた。いや、下を削ってから上に削る。ああ意味がわからん。だって100万あるわけだからね、きっとね。そうそうそう、これかいつよりかは。じゃあまた下全部削ろうか。金額までね。まず金額からいきますか。じゃあここでウランちゃんが出てきたら笑うんですけど。1万100万10万200円。最大この時点で100万の可能性があるわけですね。さあ、じゃあキャラをしましょうか。アトム君か。確率低いな。ジャングル回答ですか。あ、何が来る。これははい、こいつからね。はい、さあ最後の、さあ最後の1枚。何が出ればいいんだ。アトム君が出れば、アトム君が出れば我々の勝利だ。さあ、幾多の外れ券が見ている中、耳耳もうこれ確定ですよね。ですね、これ。じゃじゃじゃーん、200円来たイエーイ。はい、はい、はい、結論。はい、外れ券。はい、外れ券。はい、ドドーン。ま、分かってたけどね。ま、分かってたけどね。じゃあ、これでバイプッシュですか。ああ、虚しい。虚しすぎるよ、これは。今日の当たりの数々を、驚異的な当たりの数々を皆様ご覧ください。こんなに当たりました。こんなに当たっちゃった。
高口って最高だね。うん、高口楽しいね。最高です。宝くじ最高です。やっぱり宝くじは最高だっす、うん、そしてあれ違ったこれだ。じゃじゃーん、ワンちゃん3000円。ワンちゃんだけど、そして夢の後、夢の後のツアーもなかった。はい、結局いくらなんだこれ、いくら回収できたんだこれ。3,4,5 3800円じゃない、プラス6,800円。もう1枚あったらってる。全員1枚持ってきゃいいんじゃない。昼飯だ、2着いくかな。全員1枚持ってきゃいいんじゃないですか。4枚か、4枚、8枚。そう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 。で、カッシーさんは1枚ででーん、ででーん、ドギャーって。これを割るの5で割る3,600円。いや、これバイプッシュすればいいんじゃない。6,000なくなるまで、もうこれでもバイプッシュ。あ、もうそこで現金もらって、何枚買えばいいんだ。6,800円で34枚。34枚。もう一回さらとことんゼロにすべき満々です。割るのもめんどくせえって確かに。よし、ガシンさん買ってくるんだ、買ってくるんだ。換金&あと200円を取ったから見つけたから。再開しますか。指差し確認ですね。あともよし。あともよし。ブラックジャックよし。おかしいな。仕事で再開するのは普通なのに。これ見るはそんなにそんなに苦痛じゃないな。200円のためとはいえ。ナイフは200円隠し持ってる。マジで200円ポケットで食った。あとで動画見たらあれ。こいつみたいな。犯人はこいつです。あ、いるいるみたいな。隠してる隠してる。なんでだろう。枚数がまず合ってるのかな。あ、あった。回収しました。誰ですか。200円だ。回収しました。いくら200円。はい、これで。これ今6,800円。いや、違います。7100円ですね。これ7000円。なんで100円は7000円じゃない。え、何万円。200円が4,4,4,8だから、4,5,20か20万だから8000円。計算おかしいよね。違う、これ上げちゃっていいのかな。プラス これ上げちゃっていいのかな。大丈夫だ。7000円ですね。英語が得意な武田さん、綾菜さんみたいな動画出したけど大丈夫ですか。200×2 第2ラウンドいくか。35万円。35枚。降りたいやつがいるか。降りたいやつがいるか。え、その外れけど、で、外れけるみ、これ確認しておいてくださいって。いや、なるほど。機械でいい。機械でできんのかな。あ、むしろこの番号で実はなんか、まあ、そうそうそう、多分それで当たりが下ギターの3ですもんね。3画像認証してる。この当たり番号で非高速なんじゃない。全部足すとその人とか3になってるみたいな。そういう、実はね、多分ね、その番号とバーコードが多分ね、あるんでしょうけどね、なんか、うん、実は削らなくても当たりが分かるっていう。あ、これで法則について、ちょっと選ばせてください。ああ、選べるのなんか、1枚とかって選べるのか。番号何番のクラスってあるのかな。ただでは転ばない。ただじゃないし、いろんな意味でただじゃないですけどね。上から7桁目はすでに違うな。いや、これ分配してもちょっとね、そうだ、悔いがない。バイプッシュ。じゃあまずはこれを売り場の方に、すいません、はい、当たり券確認してください。まあ、まあ、まず換金してもらって、なんだっけ、お金買って、で確認しといて。トランプみたいなね、なんかショットガンシャックみたいな。じゃあ、なんちゃら効果やりますか。あ、マジで。あとムーみたいな。ストレートフラッシュ。ストレートムーこの星は星マークでできるじゃないですか。星マークで。よし、第2弾いきますか。
第2弾。誰が？あ、当てたカッシーが行くじゃん。そう。じゃあこれ関係してきますか。ああ、じゃあ。ちょっとすごいです。スクラッチって目視ですか？あの、こっちとこっちと機械。あ、あるんですか？機械で。なるほどね。あ、やっぱり機械があったんですね。うん、実は削んなくても分かるんじゃないか疑惑があるけど。あ。すごいすごい。7000円。やったら7000円。やったら7000円だ。2ラウンドスタートです。しまった。やってしまった。パパ、アトムスクラッチ買いたいって。もうありませんって。ありません。じゃあ1枚アトムスクラッチ買おうかって。ありません。日本すらありません。日本のやつらでしたか。スクラッチってどういうのですか。わかりません。ありません。ありません。わかりません。これはひどい。あります。全部買い占めちゃったもんね。まさか宝くじ買い占めるとは思わなかった。スクラッチ買って当たったの？当たる？ですね。元取れてるの？元取れてません。なんですかね。元取ってない。元取ってない。これなら。買って買うんじゃないのこれ。ええ、買ってますよ。買いましたよ。買って当たったやつをもう一回前プッシュして2回やってるんですよ。ちなみに200円しか当たってないですよ。3000円当たりました。3000円当たりました。3000円当たってます。いくら投資して2万円です。4万じゃないですか。4万でしたっけ。200枚です。それしか当たんないの、ね、すごいですよね。かわいそうだな。そうですよ。せめて2万円ぐらい、半分ぐらい回収したいよね。トランプして遊んでんのだ。スクラッチ、ね、だいぶ当たったの。いや、だって当たってない。7000円です。4万ぐらい投資していたって。4万が7000円になりました。やったね。いや、違いますよ。4万8200円ですよ。で、今のところ0円です。まあ、確かに。全部使っちゃいました。お、いきなり当たりじゃないですか。来たっすか。白木さん、いくらっすか。さい先。さい先がいいですね。でもこれ、2って出ました。2って出ました。2って出ました。やった、また1枚買えねえんだ。買えねえんだ。もうありません。もうありませんから。残念だな。最後の1枚まで買っちゃったから。もうじゃあ、生育しかないかな、先生。あれ、ちなみにこのアトムの下のウランちゃんはいる。いたらどっちが優先されるんですか。いや、両方じゃないかな。2200円じゃないかな。でもあるのか、よく考えると、あそこの売り場、7000円しか当たりないってことじゃないですか。買えねえ、売り場だな。皆さんの宝くじは使えないです。ピン反射ダメです。しかももしかしたら俺らの前に200万だったんですよ。しかも10円までいっちゃってるし。俺らの前に200万が当たった人がいるんですよ。俺らは2万、100万、3万、あれもしかして1万200円。200円。これがこれが大人の遊びだ。マネーゲーム。大人の休日。マネーゲーム。マネーゲーム。ちなみに俺らあの大人買いしましたかね、本当に。本当ですよ。これが本当の大人買いです。大人買いですよ。宝くじか大人買いですよ。宝くじ大人買いしましたみたいな。結論は200円みたいな。今のところ600円ですね。じゃああと200円どっかが当たりますね。切ない。でも一応あと宝くじの日になったらこれが誰が持ってるこれ。これを誰が見るか。これは資本主義か。搾取される貧民たち。資本主義の搾取やで。やがて政府は金をむしり取ってくる。これは搾取以外の何ものでもない。新たな税金の革命を起こすしかない。これは宝くじ当てるデモですよ。みずほ銀行の前でこれも宝くじ当てろーって言ってた。外れ券加える。皆さん分かります。これがみずほ銀行のやり方です。あとの削る忘れてた。あ、まさか
2回目来た来たーマジすげえ当たるな3000円来たー3000円来たこれはもうやっぱ1000円まで買いに行くしかないのではバイブッシュ3回2回目1000円まで行っちゃったら俺今回も買いに占めるんだとか言っちゃうかもしれないあそれもないかなおお全額突っ込むよとか言って何枚行きますかって聞かないと何くらい行きますかあ、そういうのは金ねえとかやんないな、さすがにそれやんないなそれはいいやなんだ、200円ですこれがボーナス半分かあ、200円じゃんこれあー、なんかまた外れましたしなちょっとちょっと、見てください、はい、3800円です最後そこの宝くじ売り場で、皆の欲望を吸い取ってきた一枚がそう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 あ、これは来そうだサンプルのやつサンプル200万だったら俺もダメダメじゃないですか誰も買えないですよ買い占めた人しか買えませんみたいなああそれがやり口なんですよきっと最後余ったからこれなみたいな宝くじの売り場の人がじゃあ最後余ったから買っちゃえみたいなこれなーっていやいやなんでウランちゃんの下削ってないのウランちゃんは関係ないですよねウランちゃん関係ないのかアトムちゃんだアトムちゃんアトムちゃんアトムちゃん、うん、上はアトムちゃんですさあ、ラスワン、カッシーさん、お願いします。今の欲望薄いとこだったあ、そっちから。さあ、200円がある。さあ、200円からスタート。200円。まんまですね。吐き出す。うまっ。一生に一度ぐらいこの企画やってもいいかなと。10万、3万。まあね、まあ、時々あるよね。競馬のこと何も分からないの、ね、競馬場行ってみたいな。じゃじゃーん。さあ、誰が誰がお、それはラインナップ。ラインナップ。ああ、なるほど。100万円は。ピノコちゃん。ピノコちゃんですね。さあ、じゃあピノコですね。まだ耳が見えますいや、耳は見えない。あれまさかの。まさかの。お該当するもんが浅くなるんですよ該当ないよねこれいや、まだわからんこっからモーフィングくれこっからあとねこれはこのいや、こっからのもうないよ保護者出てきちゃったんですよ、保護者キノコは和田さんとばかり保護者そっちかみたいな保護者出てきちゃったんですよあ、そう幼稚最後は保護者ブラックが来ちゃいましたブラックジャック落ちかブラックジャック落ちこれは広いちょっと金のかかる遊びだったらちょっとこれははい、結論まだ終わってません3000売ってことに3800円がいますいや全員で分かると、200円3000円だから600円だから3分その貸した金もらってもどうしようもない気もするけどみんなでご飯食べるんじゃないかな1200円もうご飯食べようこれで打ち上げ打ち上げはい打ち上げ1人あたり900円ぐらいしか食べないけど1400円だったら行っちゃうよ俺何よ行っちゃうよ行っちゃうよじゃあこれどうする本当に今日1日の努力が全て無駄になりました今日1日経ってな4万円を1時間でもうパチンコパチンコレベルですに比べれば宝くじ当選金にて GOU ノーマルエンドです